やーというわけでね、まあ今日は2回目のイルハートの命運が決まる日でして、後日具体的にさらなる改善点について話し合ってまいりましょう。でもね、正直ね、今回結構いけると思うんですよ。多分。いや、なんか何がしんどいって、こうイルハートはね知らされてないんですけど、まあ、大体なんとなくね、こうまあそのお金の流れとかってこう若干見えるんですよ。まあその時にこうなんかさ、なんか動画で話した金額よりも足りなくないとか思っちゃうんですよ。いやー、なんかまあでもね、まあ前回は、その前回の継続の時は、まあ本当にね、こう、いろいろ、コンプというか、出てたんでね、ちょっと若干弱気でしたけれどもね、まあ今回は、いろんな面でね、良くなったと思うんですよ。いや、本当に、イルハート的には結構自信あるんですよ。まあ、ともかくね、ここに、結果の書かれた紙が、入りますので、前回同様と読んでいきたいと思います。イルハートちゃん、スタッフの皆様、お疲れ様です。この度、第2回イルハートの継続会議をしました。先に、現状のビジネスとしてのイルハートプロジェクトについて説明させていただきます。現状、本プロジェクトにかかっている予算は、動画制作費、シナリオ制作費、動画編集費、その他雑用費、イルハートさんの出演費が発生しております。そのうち、月々の大体の固定費としては、シナリオ制作費は月々1万円、イルハートさんの出演・活動費が1万円になります。これさ、生々しすぎじゃない？つまり、月々の固定費を合わせた状態で、1000円を超えることが前提にあります。その上で、上記固定費を差し引いた金額を、両者で2等分する形になるのが現状の運営になります。次に、半年間の平均収入につきましてご説明させていただきます。ここ半年間の平均収入はとなります。これさ、あれなんですか、ぶっちゃけて大丈夫なやつなんですか。とりあえず読みます。内容としましては、前回同様、YouTube の広告収入は変わらず収入額としては低く、現状、ファンボックスの支援者様と生放送によるスーパーチャットがイルハートのメインの収入源となります。企業やコラボ案件は1件のみとなります。そのため、将来性という意味ではシビアに見て決して高くないというのが実情です。ここ半年間の期間で見ると、イルハートプロジェクト自体は赤字となっております。しかし、3月よりモルドワークス様が実施したコストパフォーマンス施策がうまくいき、月2回の収録で1ヶ月から 1.5 ヶ月分の収録を実現したことで、2019年3月に関しては、ギリギリ許容できる赤字となりました。そのため、現状の収入源を保持し続けられるかどうかを、半年間余裕を見ることで、様子を見ることで、バーチャル YouTuber イルハートは、ひとまず継続することが決定いたしました。いや、やっぱさ、イルハートの言う通りだったじゃないですかー。
そうですね。なんかさ、イルハートを支援してくれてるみんなね、本当に本当に皆さんのおかげでまたね、半年間生き延びることができます。本当にありがとうございます。いや、まあ、それに確かにね、こう最近こう収録の回数が減ったから、あのぶっちゃけさ、まマジでイルハートちょっと終わるのかなみたいな思ったんですけど、いやすごいですね、みんな本当にありがとうございます。ボルドマックスさんもありがとうございます。っていうか、ちょっと攻めすぎじゃないですか、これ。大丈夫なんですか？いや、なんか、あれですよ、別に変なさ、こう、嘘とか、なんかね、理由つけるよりは、いや、全然いいと思うんですけど、あれですかね、とにかく、こう、半年後までに、こう、今の収入を、こう、キープし続ける、みたいな？そういうことですよね。なんかさ、なんかそういう風に言うとなんかちょっとやらしい感じがしますけど、あれですかね、ともかくね、こう改めて今回イルハートが継続できることになったのは、こう応援してくれてる皆様のおかげだと本当に本当にイルハート思っております。なんかあれですね、なんかさ、あんまりこう昨日聞いたこととかは言えないんですけど、まあ本当にね、この今後もイルハートを応援してくれてる人にこう少しでもね楽しんでもらえるように、これからも頑張っていきたいと思います。本当に本当にありがとうございます。これもう締めですよね。とにかくね、イルハートまだまだ1年も2年も5年も10年もね、こうバーチャル YouTuber をやり続けられるように頑張っていきたいと思いますので、皆様これからもどうぞ応援よろしくお願いします。みんな大好き、イルハートが今まで一番好きな自分のツイートは？いや、今までで一番好きって言ってもさ、なんか、まあ、1日5から10個ぐらいツイートしてるわけでも、それが、ね、もう1年以上のわけですから、まあ、計算できないけど、めちゃくちゃあるわけじゃないですか。え、なんだろうな。あ、分かった分かった！あれが好きです！あのね、朝のルリちゃんと、まあ、ツイートっていうか、リプライなんですけど、リプライで2人で映像したやつが好きです。なんか、イルハートが、君臨者よって言って、朝のルリちゃんが、自力の仮面、万象羽ばたきって返してきて、映像が完成したやつが好きです。わからない人は探してみてください。以上！